日本人とお菓子やっています、杉内優香です。本日もちょっと簡易レシピをね考えてみました。しかも、口頭でちょっと発表しようみたいなね、発表するようなレベルのものでもないんですけれどもね、なんだろうな、暇を持て余している、キッズに向いてます。材料は2つ、もうちょっと限界まで削ってみようみたいなね、1つはチョコレート、板チョコね、半分くらい大体で、でもう1個は、牛乳です。で、生チョコ的な風味ね、みたいなものをね作れたらと思います。キッズも安全にできる、電子レンジでチンってやつですね、やってみましょうということで、まずこれに大さじ1の牛乳を入れましょう。で、電子レンジで20秒チンします。電子レンジ加熱ね、500か600ワットで、どっちでもいいです。でちょっとね温まったら板チョコを半分ちぎろう、バキバキってちっちゃくねして入れよう、突っ込んでチンしよう、チンします。これね、まず20秒、500ワットか600ワットどっちでもいいです。チンしたら出して混ぜよう、全力で混ぜたら溶けるから冷やそう、冷えたら生チョコ的なうまいよっていうのができるんで、真剣にもうガチでちゃんとした生チョコ作りたかったら、いい感じの動画レシピ探していただければいいのあるんで、キッズがね、お母さんもねお疲れでしょうしね、私も疲れてますね、みんな疲れてるとね、そんな時にねもう1分でもいいからなんか集中してなんかやってくれ的なね時があったらやってみよう。一瞬ね、一瞬なんか自分の心がふわっとね一瞬違うことできるんで、キッズは、チョコを割っていてくださいみたいなね、そんなような風味で、よろしくお願いします。ということで、本日もありがとうございました。